はい、YouTube チャンネルテレビ東京スポーツをご覧の皆さん、こんにちは。クズと同じみキャプテン渡辺大四、オスポのバキンハロートライシュ大四、テレビ東京アナウンサー森川文です。今回もこの3人で競馬予想を生配信していきます。もうトライさんはおねむの時間が、おねむの時間ですか、はい、子供なんでね、あとやっぱり戦いっていうのは疲れるものですから、はいはい、我々は今日もね戦いましたから、はい、満身創痍ですよ。はい、この番組はですね、ウィニング競馬の放送では語りきれなかった予想の理由や、はい、ウンチコーキャプテンさんとトラシさんにたっぷり語っていただく番組です。はい、さあということで本日の成績ですけれども、2人とも惜しかったですね。結構惜しいっていうかな。ただ僕はホーリアリティ2頭しか入れてないわけですよ。本命馬と本命対抗黒三角なわけですよ。基本的に僕は印それ以上つけないという、はい、もうホーリアリティは黒三角だったし、なんだったら昨日の時点で本命だったしね。でラウダシオンも黒三角だったし、ついてたのね。この2頭のしか選べない中でそれを入れててねえ、実り何もない、何も実らなかった。もう気分が悪い、本当に、はい、実に気分が悪いですね、今日は。ソンジョスコラの惜しいとは違うぞ、みたいなね。そうなんですよ、大したもんさ、あんなそういうことなんですよ。よくね、こういうこと言うとね、あのよくあることあるあるとかっていうやつがいるんですけど、お前にとってはあるあるじゃない。ここまでたどり着けない、ここまで、そんなソンジョスコラじゃないですよね。そうです、わかります、わかりますけど、はい、で眠くなっちゃったんですよ。眠くなっちゃったんですね。でもラウダ賞に関してはティモダさんの、まあそうですね、ティモダさんが言って強力プッシュによって、はい、ちょっとねプッシュもあって、で前半のレース見てたら本当に内枠しか来てないから、うちでこの馬の何を買おうってずっと考えてたわけですよ、ね、はい、ああじゃあ外国人騎手のこのティモダさんも推してるし、うん、これだなとなったんですけどね。ティモダさんもたまにいい仕事するんですね。たまにいい仕事しますね。びっくりした、はい、今日ワイドワイドめちゃくちゃついたからな、ね、ワイドね、ついましたね。まあ結局乗り切れないまま、うん、2、3ヶ月どうやら新年を迎えることになってしまうかもしれませんね、この有馬記念次第ではね。まず G1 のホープラルで、ホープフォロー難しいと思う。でもかなり後輩と出る可能性もあるから、まあそうですね、うん、あそうですね。ただちょっとね、まだホープフルのことを考える余裕はないですね。まずは有馬でしょ。まずは有馬記念なんで。そうですね。まあ、この配信有馬記念。終わってからです、ホープフルは。この1時間集中したらね、すごい実りにありつけるかもしれないから。集中しましょう、じゃあ、はい。はい。そしてですね、なんといっても今日はですね、キャプテンさんも今来てますけど。はい、あ、50%がね。そうなんです。それ言わないと。はい、障害の歴史的、歴史的名馬、お重長さんが最後のレースを走りまして、6着という結果でした。はい。はい、トライさん、この結果いかがでしたか？まあ、想定通りみたいな感じなんですけどね。でも、うん、まあ、いや、思った以上に、思った以上に頑張りましたよ、ね。気力ないと思いましたけど、はい、あの3コーナーで食らいつくぞっていう、あれ最後の意地。はい、あれやっぱりね、ゴールドアクター好きな馬いて、最後の方も全然ダメだったんだけど、最後どっかでもうああいう競馬して、やっぱりすごい馬ってやるんだなって、気力だけで見せ場作るんだなって改めて思いましたね。なんかまくり上げていった時はね、ちょっと良かったですもんね。うん、と思って参考なすぎから上がっていって、はいはい、ああすごい馬と同時代生きたなっていうのはありますよね。うんうん、もう二度とね、ちょっと私の目の黒い位置は出ないと思うんで、出ないですから、お重レベルはまあ出ないでしょうね。何年間もね、トップレベルの活躍、はい、そんなのもう見れないですよ、うん、パーカーいいですよね。はい、そんなお重長さんにちなんでですね、この配信からプレゼントがあります。はい、株式会社長さんよりご提供いただいたお重長さんの引退記念プレミアムグッズをプレゼントいたします。はい、あ、ここにありました。さあ、今キャプテンさんが着てるのは、あ、違いました、L サイズの白ロング T シャツ、はい、こちらですね、はい、ロン T と、はい、こちらですね、はい、白ロング T シャツと、はい、黒パーカーですね。 M サイズの黒、 M サイズの黒パーカーです、はい、サイズはもうそれしかないと。そうなんです、はい、L サイズの方はロング T シャツ、はい、M サイズの方は黒パーカーですね、はい、となります、これは先週のウィニング競馬で行ったプレゼントとはまた別枠ということですね。はい、そうなんです、はい、改めてこの配信からプレゼントさせていただきます、はい、さらにですね、今日はテレビ東京競馬チャンネル登録推進キャンペーンということで、はい、もう一つプレゼントがあります、はい、キャプテンさんの自腹で目指す100万円から特製クオカードができました、うん、あ、はいはいはい、
はい、こちらです。再三今日言ってますけどね。はい。欲しいな。これまあいいゴーカードだと思いますよ。いろんな意味でね。はい。まあ後ろの2人邪魔だからそこ切りますけど、ね。まあそうですね。切らないでください。はい。はい、まあ。まあ、なんなんでしょうね、これは。いや、いい、いや、いいと思いますよ。いいですか。そもそもサムネがそんな、サムネはもっとひどいでしょう。ああ、この YouTube のね。この YouTube の、うん、だって、私の写真、私の普通にインスタとかの写真とも思わない。いや、いいんですよ、いいんですよ。あれでいいんです。あれでいいんですか。はい、何の問題もあります。あ、そうなんです。はい、はい、この、あの、クオカードの応募にはですね、キーワードが必要なんです、はい、この番組のどこかで発表したいと思いますので、はい、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで、ぜひ番組すべてお楽しみいただけると嬉しいです。はい、はい、さあということで今回もキャプテンさんにはこの企画に挑戦していただきます。はい、ウイニング競馬ファミリーキャプテン渡辺が G1 勝ち予想を自腹で目指せ100万円、はい、さあもう再三言ってるので分かってると思いますがルールはこちらです、はい、キャプテンさんには G1 レースに自腹1万円勝負をしていただいて100万円超えの的中を目指していただきます、はい、点数は何点買っていただいても構いません、はい。さあ今回は競馬の総決算有馬記念ということで意気込みも普段に増してすごいと思いますけれども、はい、いかがですか。まあこの100万円のコーナーに関してはちょっと非常に難しいなと思ってますね。あ、はい、まあ確かにウィニング競馬でも3連単買ってましたもんね。はい、そうですね、買ってましたもんね。はい、はい、さあキャプテンさんトライスさんへの質問も随時受け付けておりますのでチャット欄に記載していただければ可能な範囲でお答えしていきたいと思います。そちらもよろしくお願いします。はい、さあでは有馬記念の予想の前に先週の結果振り返っていきたいと思います、はい、さあまずはですね先週朝日杯フューチュリティステークス予想していただきましたけれども、結果がこちらですね。はい、さあ、1着にはドルチェモア、はい、1番人気坂井隆成騎手 G1 2勝目です。そして2着にはダノンタッチダウン2番人気、そして3着にはレーベリング3番人気と1、はい、2、3番人気という結果となりました、はい、キャプテンさんドルチェモアを本命にしたとこまでは良かったんですが、はい、そこからですね、はい、紐に選んだ3頭いずれも、5着以下に敗れ外れとなりましたが、はい、まあこれはねこれ毎回そうですね、はい、もう学びましたか。はい、学びました。学びましたか。毎回言ってますがこれは外れじゃないんですよ。そうです、ね、だから当たりの入ってないくじ引かされてんだから、ね、これは本当に馬券代をもらうべきですねトライスさん、っていうか2番から普通に買ってれば大儲けできたかもしれない。まあまあ、この番組のせいでね、そうなんですよ、この番組のせいでなんかちょっと無理な穴狙いをさせられたみたいなことですからね。損害賠償ちょっとね請求してくれますからまあ半分僕もらいますけど、これを今台本に外れとなりましたなんて書いてあるのもう、ていうか当たりにしちゃって許せないことですね外れてないからね、そうですね、本当そうですただ、まあ、キャプテンさんが1番人気、2番人気、3番人気を買うとは思いませんけどね。どっちにしろだって100倍つかないんだからもう100倍にはもうなることは不可能なわけ。これは選択できないですもんね。選択できない。これはもう選ぶことはできないので、これはしょうがなかったね。これはもう外れでもなんでもない。はい、ぽいって感じです。はい、一切反省してないですね。この結果についてはもう、はい、しょうがないです、まあ、ただこの番組に出たことは反省しなきゃいけないかもしれないそういうことなんですよもはや、はい、その可能性はありますね。その可能性あります。ただ、まあ、それ結果を置いといて、あれなんですよ、結構僕自信あったんですよ、実はこれ。ドルチェモアすごい自信ありましたね。ドルチェモアも自信あったし、オーバンブルマイも結構自信あったんですよ、はいはいはい、で、遅れなかったら来てたと思うけどな。確かに、うん、3着来てたかもしれないですね。いや、2まであったかもしれないですよ、うん、はい、そうですね、あのオーバンブルマイが来るってことは、ちょっと、うん、ダノンタチダウンのがちょっと邪魔されてるはずなんですよ。そっか、そうですね、はい、そっかそっか、ちょっと外を通らなきゃいけない、うん、さらにっていうレースになってたはずなんですよ。そう、当たってた可能性結構ある。あの2712ね、そう、あ、自分のこの2758じゃなくて、はい、ウィニングケーバーで買ったのね、はい、それがショックだったなっていう、それはありますね。さあということで切り替えて有馬記念に参りましょう。切り替えております。はい、さあドライスさんは有馬記念はどうですか、成績とか得意なんですか。得意取ってるっていうか、いい思い出もいくつもありますよね、うん、おー、なるほど。なんだろう、まあ、やっぱり中山適正って大事ですから、祭り田ゴッホ級の大穴はなかなか見出せないですけど、うん、ああいうのもいますけど、結構美味しい馬券ありますよね。ちょっと実績を劣るけどこのコース大の得意で出来が良かったりとかでね、馬券結構取れるレースですよね。キャプテンさんはどうですか。いや、僕は割と難しいイメージですね。やっぱりほら年の最後だからなんか穴狙いをしちゃったりしてましたね、よく。そういう感じもちょっとあるでしょう、うんうんうん、で、あのいい子はね、荒れるんですよね、うんうん、ほんでまた
いいの来てもね、北三ブラッド来ても紐が荒れる。そうなんですよ。そうです。サラキアとかね、なんサラキアは何だったんだろう。確かにサラキア、あのね、最後の教育創生、最後2ヶ月間のね、急成長ぶり何なのかっていう。よくわからないかったんですよね。はい。何年1回が取れるでしょ。そうですね、ライオンスカーレットアドマイアモナークとかなんか取った記憶が、うん、ああそうですか。僕でもアリまで穴を取った覚えはないかもしれないですね。リスグラッシュとか美味しかったですけどね。アーモンドアイは絶対来ないだろうなと思ったんで。あ、僕これリスグラッシュを頭で買ってるんですけど、相手アーモンドアイにしてたんですよね。ああ確かに、はい。さあといいんすよこれ、ね。あれ、高橋さんあれじゃないですか、ブラストの時とか。ブラストももちろん馬タンであれば、あれも結構硬いんでね、うん、馬タンだと20倍ぐらいとか。でもゴールドアクターですね、もう思い出がいいようなね。8番人気でしたからね、うん。さあ、ということでですね、過去の、優勝馬まとめました、はい、こちらです。さあ、はい、さあ、去年がエフフォーリアですね、1番人気、はい、そして、クロノジェネシス、リスグラッシュ、ブラストワンピースとなってますけども、まあまあでも人気ですね近年は、うん。まあ人気とかやっぱりね、毎回この G1 の配信で言ってますけど、やっぱ強い馬が勝ってますよね、うん。そうですね。まあ2、3着でちょっとね、やっぱり功績にも穴馬ができたりしますけど、ね、勝ち切るのはやはりやっぱり底力ちゃんとしたものないとダメですよね。ゴールドアクターもバレてなかったわけでしょ。そうですね、うん、そうですよね。強い馬ですもんね、はい、強い馬です、はい。これ見るとやっぱりピンク棒は厳しいみたいな感じはあるんですかね。まあピンクは厳しいでしょうね、基本的にはね。有利とかないですもんね。2着以内ないんでしょ、だって、ね。そうですね、2着以内ないんですよ、過去10年。はいはいはい、ちょっともう死に枠とか言われてますよね、だからね。かわいそうですね、8着の馬にね、本命打った人、だからアホですね、本当ね。あらこれはとんでもないバカってことですか。あれそうですね。さっき私のことバカってなんだ、それは。失敬じゃないか。バカとなんだこれ。ブレイクアップだ、どうせ。ブレイクアップですか。すいませんね。うち欲しかったっすよね、ブレイクアップなんか絶対ね。いや、ベロアズールでとはこっちの方が強いと思ってんで、中山2500。なるほど。実際先着してるし、4月のレースで。だからしょうがないですね、俺は。しょうがないですね。そう、その本来15点残ってましたよね、枠順の。そうですね。はい。さあ、では、過去の有馬記念の思い入れのあるレース勝ち馬。これはね、まあね、いっぱい有馬は思い出多いですよね。トレさんから行きましょうか。まあ、僕は去年とかゴールドアクターとか挙げましたけど、で、やっぱりね、これを最初に挙げなきゃいけなかったなっていう、88年もあってなくて、90年のオグリキャップですね、うんうん。高校3年生かなんかで馬券買ってなかったんですけど、はい、びっくりしましたね、うんうん。絶対ダメだろうと、なんかよく知らないなら言ったら大オグリコールじゃねって、なんこの競馬っていうものはなんか涙が、なるほど、涙がほぼほぼ流さない僕が、誰も家にいなかったからその時、はい、流しちゃった、ね、意味不明の。そんな心を持ってたんですか、本当に。馬ない、高校生の。いや、どういう涙が、あれ分かんない、感動なのか、信じられないことが起こったのか、競馬に対するなんか、ね、恐ろしさか、僕はこのままと競馬に取りつかれて、とんでもない人生歩むの、そういう武者ぶりかもしれないけど、なんかね。いろんなのびっくりしました、これは。だ僕去年確か東海帝王って言ってるんですけど、まあ、東海帝王僕世代じゃないくせに今でもたまにあの YouTube で見るんですよ、あの実況も好きで、あとまあでドラマも知ってますからさすがにね。いやあれいいっすよね、あれ僕も泣きますもんだって YouTube で見たら。有馬そういうのちょっとありますよね、はい。で私はもう全然関係ないですけど、やっぱこれかな、いっぱいあるんでちょっとまたね、まあ、今日引っかかったのはこれですね、2003年のシンボリクレスです、引退ですかな、うん。これめちゃくちゃ強かったですよね。シンボリクレスですってこんなに強かったのっていう、なんか割と煮え切らない馬だったじゃないですか。まあでも強かったですよね。強かったですけど、まあジャパンカップで負けちゃったりとかね。あんなだから、いやだから僕が思ったのは、キムイさんとその後も話したけど、はい、初めてちゃんと仕上げたんですよ。あ、それまでちゃんと仕上げてないんですよ、石田先生。いや、ちゃんと仕上げたらこんぐらい走れるぞっていうのを見しちゃったの。最後だからちゃんと仕上げたらあんなぶち切っちゃって、ね、パドックからもうすんごい目してて、もうキュウミさんもう怖い怖いってあの後言ったんで、あの時クリステス違ったっていう。だから
まあ、本当ならなんてこと言ったらあれですけど、オルフェーブルと同じぐらい強いですよね。そうですね、もちろんそうです。だこれも海外遠征したら凱旋門賞面白かったと思うんですけど ね、 ね、なんで行かなかったのかな、これ分かんないですけどね、うん、これはすごかった、本当に強かった、これ強いと思ったけど、このレースみたいな、ね、ええ、こんなに強いの分かったけど、こういう印象残ってますね、俺は、はい。さあ、では、3連単のトップ3見ていきましょう。トップ3ですか。はい、こちらです。さあ、1位が2015年の125,870円、8番人気のゴールドアクターが1着、そして1番人気のゴールドシップが8着。天才トラジアゲラだ、はい、ゴールド、ゴールデン、ゴールドアクターだ、あーすごいな、23回ぐらいいろんなこと言いましたけどさあ、そしてですね、2位が2014年の109,590円、9番人気のトゥザーワールドが、2着、そして勝ったのが4番人気のジェンティルドンナでした、うん。そして、3位が2019年の57,860円、これはアーモンドアイが1番人気だったんですが9着に敗退し、2番人気のリスグラシューが勝利しました。でもこれ2番人気、3番人気、4番人気ですか、ね、そうなんです、うん、僕はね、今の僕だったらこれバチッと当ててますね、うん、そうでしょうね、はい、アーモンドアイ切ってる、アーモンドアイ切ってる、うん、相手なんかサートルな、リスグラシューは結構自信あったんですよ、うん、はいはい、相手なんかもうサートルかワールドプレミアしかいないだろうって、うん、どっちかといえばサートルだろうっていうね、本当に悔しい、はい、先に気づかないとね、さあ、ではもう今年の話に行きましょう、うん、はい、今年の枠順です、はい、はい、ありがとうございます。今年の枠順こちらです。秋の天皇賞で G1 初制覇を果たした3歳馬イクイノックスは5枠9番、今年 G1 を2勝して凱旋門賞にも挑んだタイトルホルダーは7枠13番、そして去年の覇者エフフォーリアは4枠7番、前走ジャパンカップで見事 G1 初制覇を果たしたベラーズールは3枠6番に入りました。さあ、トライさん、枠順ご覧になっていかがですか。固い決着になるのかな、穴候補ってぐちゃく取ったらいい競馬するはずのブレイクアップとディープボンドが、ディープもすごくいい仕上がりなんで、去年も2着してますし、もう1回あるような感じだったんですけどね、これが8着に追いやられちゃったんで、まあもう硬いのかな、穴馬いないだろうな、ある程度の人気どころ決まっちゃうような気がしましたけどね、ちょっと大穴はイメージ湧かないですね、ないですね、2桁人気の馬が来る感じはしないですよね、はい、残念ですね。だキャプチャーかなり、うん、あ、当てそうですけど、ね、絞って勝負してね、うん、まあ、やっぱ怖い馬いますけどね、うん、はあ、さあ、今の人気ですが、1番人気が9番イクイノックスで 2.9倍、2番人気が13番タイトルホルダーで 3.5倍、そして3番人気が5番ジェラルディーナで 7.1倍、4番人気が6番ベラーズールで 8.8倍、5番人気が7番エフフォーリアで 9.4倍、ここまでが10倍を切るオッズですね。そして6番人気が3番ボルドグフーシュで 11.9倍、7番人気が10番ジャスティンパレスで 18.6倍、そしてディープボンドが8番人気、9番人気アリストテレスと、そして赤い糸ブレイクアップと続いていきます。さあ、ではレース展開の予想に行きましょう。まあこれはもうあれですもんね、タイトルホルダーが行くことだけは、もうこれだけはもう確定事項ですもんね。タイトルホルダーが行って2番手を、番手をね、さっきね、トライさんおっしゃってましたけども、例えばエフフォーリアが取りたかったりもするんですか。そうですね、まあ、3番手ぐらいでもいいですけど、なるほど、そこまで前に行かなくてもある程度前で競馬しますね、割と出していきたいと、はいはい、でまあでも2番手が一番欲しいのは言ってもブレイクアップでしょ。でもそうですね、うん、ブレイクアップは一緒についていきたいですね、13だったら、はい、まあ、行くしかないですもんね、うん、取りに行くしかなくて、でディープボンドも行きたいですよ ね、 そうですね、だこんな感じで F、まあ、こんな感じに、うん、なんですかね、で、まあアリストテレスがその後ろぐらいでいるっていう、うん、そんな感じですか。そんな感じですよね。ウィンマイティ行かないですか。ウィンマイティはね、あの僕和田さんと話したんですけど、京都大賞典はすごくいい競馬ができたって言ってたんですよ、うん、で離脱上杯は本当先行したくなかったみたいなんですよね、うん、京都大賞典の結果に手応え感じてらっしゃったので、うん、あ、じゃあ行かないんだ。
行かないと思いますよ。素晴らしい情報ですね。はい、ある程度、いやいやいや、ちょいためがいいんですか。あ、そうそう、ね、そんなケツからはいかないですよ。ケツからではないでしょう。行かないの分かるだけで全然違う、はい、そんなに行かないってことです。はい、多分ですよ。いや、分かんないですよ、これは。はい、どこが行ったら焼肉ですね、じゃあね。え、行ったら何でそれだけで何も喋れなくなっちゃうってまだまあまあ、まあ、これここぐらいにはつけるんじゃないですか、でも、うん、そうですね、つけたいですよね。はい、そんな感じ、こんな感じでしょうね、うん、ちょっと話したいでしょうね、まあ、こう、うん、はい、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。さあ、では、先ほどウィニング競馬で発表した皆さんの有馬記念の予想ですけれども、こちらです。さあ、大久保先生と斉藤さんの本命が、あ、失礼しました、はい、大久保先生と斉藤さんの本命がともにイクイノックス、はい、そして、トライスさんの本命ブレイクアップ、はい、キャプテンさんの本命タイトルホルダーということになっております。はい、さあ、まずトライスさん本命ブレイクアップ。いや、もういいですよね、これはね。細かく入った時点でもう何も喋らなくていいでしょうか。まあ、だからね、ちゃんと言っておくと、はい、新聞記者は枠が出る前に本命を決めなければいけないの で、こういうことが起こり得るという。そうなんですよ ね、 ね、どんな気持ちでした、枠順。いや、だから最後8と15は残ってて、8引けっていう。まあ、せめてね、8引いたら3万勝てるぞってね。そうなんですよね、15だったら3000しか勝んねえぞ、この野郎って言いながらだけどね、ダメでしたね。仕方なかった、仕方なかったっつって。8なら全然話変わってきますからね、これ。そう、それならいいです、納得ですよ。まあ、アルゼンチン強国がへかってね、ノベルティーっていうかゴールダクターみたいな感じなんでね、うん、中山なら全然可能性あると思ったんですけどね。まあ、戸崎さんはもうホープフルでいっぱい買えますからもういいんですよ、はい、なるほど、なるほど、おー、はい、なるほど。ここはまああえてわざと負けるみたいなことですね。わざと、いや、トライさんが誰、あ、僕がね、そうそう、わざと、戸崎さんがそんなことしてるわけです。トライさんはわざと、ここはホープフルのために一回、両方とも負けて、どっちか当たればいいやと。なるほど、なるほど。一回負けとくって大事だから。あ、そうなんですか。そう、大事なことだ。へー、わかりました。さあ、ではキャプテンさんの本命タイトルホルダーですね。はい、負けとくってなんだろう。全部勝ちたいですよね。いや、もう全部勝とうとする人間が一番負けるじゃないですか。あ、マージャンでもそうですからね。はい、そういうことです。あ、わかりました。はい、私はタイトルホルダー本命で13番、9番、10番、13番、10番、9番、9番、10番、13番、3連単と3連複を買っておりますが、まあ、極めて普通の予想ですよね。もうこれしかないだろうっていう。でも普通だけど、なんていうか、罠に引っかからなかったなっていう気がしますけどね。みんなやっぱり3とか5とか6に行くんで、はい、3、5、6あたりの罠には引っかからなかったですね。いや、まだわかんないですけどね。お前そんなの聞いたけし笑顔で何言ってんだよ。まあ、まずジャスティン・パレス、そのもう1頭が何かの前に、まあ、タイトルホルダーはやっぱりそのいろいろ考えてこのまましか行く馬いないんだよなってやっぱりもう一回思い出したんですよ、うん、まあこの中でイクイノックスとねタイトルホルダーのどっちが強いかそれは知らないですけど、まあ同じぐらいだと思うんですよ多分ね、あの見せてきたパフォーマンスは。だから 1,2 を争うぐらい強い馬が短期で楽にいけるわけですよね。実績抜けてます。 G1 は3勝馬でしょ。はい、G1 は3勝馬。ここは G1 1勝馬しかいない人。はい。まあ、エフフォーリアいるか。まあ、はい、そうですね。まあ、ちょっとあれです。はい。抜けて強いかもしれない馬が短期逃げですからね。そうなんですよ。で、多分鈴をつけに来る馬もいないと思うんですよね。うん、ないです。そんなに 早めに来るっていうのは。うん、そうなるとね。だから、目に見えない疲れとかそういうもの以外で、うん、まあちょっとそういうもの以外で負けるとしたらイクイノックスだけかなっていう、うん、そうですね。ガチンコで負けるガチンコで負けるとしたらイクイだけですよね、うん、なるほど。まあ、これはもうちょっとはい、行こうな、行こうって思ってましたね。で、まあ対抗はどうしてもイクイノックスになるんですけど、うん、まあそう、それはそうでしょう、うん、それはそうです。はい、それはそうです。この馬めちゃくちゃ強いですから。めちゃくちゃ強いですからね。そうですね、うん、はい。まあどっからでも持ってくるんじゃないですか、うん、2,3 着には、はい、っていう感じはします、はい、とにかく能力がずば抜けてるという。この両馬の旧車情報はいかがですか。イクイですか。イクイもタイトル。いや、僕はイクイ、木村調教師より僕の方がね状態把握してると思ってんでね。あ、そんなと女言えませんよ、そんな大釜しくて。いや、前走
と同じような感じで来れたってますけど、僕は前回以上だと思いますね、中身は。全然今回は、あれやっぱり5ヶ月ぶりですから、今回も短期報告出してますけど、全然中身心配機能違うはずですからね。でもテンション高くなくて、滑らかな動き見せてますし、僕は前回が8部だとしたら今回9部ですよ。キミヤさんもなんかいいって言ってましたよね。なんかなんかの番組で言ってたらしいんですよ、ね。言ってましたね。なんかね。あ、よくわかってるじゃんと思いましたね。ああ、嘘ですか、ね。怒られますよ。キミヤさん嘘ですか。それは冗談ですけどね。僕イクイノックスよりもタイトルホルダーの具合の方が気になりますよ。やっぱりそれは。気になりますね。はい。どうなんですか。いや、ほとんど。旧車は、うん、見た目はね、ちょっと太め残り、ちょっと緩めで良くないですけど、はい、動きは全然いいですけどね。ちゃ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 走ってますし。動きに関してはケチつけらんないですね、僕はね。栗田先生のテンションとかどうなんですか。いや、いいですね。バッチリって感じですか、うん、なんか負けた時の言い訳みたいな感じのそういう陽気な発言は一切ないですし、本当にいい感じではあるんですけどね。牧雄さんはどうなんですか。牧雄さんも強気でしょ。強気です、確か。某雑誌みたいな、やっぱり本命、勝てるだろうって書いてある。あ、本当ですか。ただ休み明けこの前走んないんですよね。まあ確かにね。もう日経賞も危うかったっすもんね。危ういし、その前年 あのオールカマーじゃなくてセントラル記念も惨敗したりしてて、休み明けやっぱステイヤーらしくっていうかね、たたき旅行型なんですよね。若干叩いた方がいいってことなんですかね。じゃあまあクブ、クブも行ったらいいんですけどねぐらいの感じですか。惨敗とかしてる前ですからね、休み明け。なんか怖いんですけど、まあ本格前ですからね、あんまり気にしなくてもいいんですけど、まあね、ひょっとしたらやっぱり、叩いた方がいいまだねみたいな、オチもちょっと準備してますけど、ね、なるほど、先にしもあるんです、はい。さあ、では他の馬について伺っていきたいと思いますが、今タイトルホルダーとイクイノックスは話出たので、はい、ジェラルディーナ行きましょうか。まあなんかサラキア州はするんですけどね、まあ人気が違いますよね、サラキアとは。3倍になってる。そうですね、はい、だから買いたくないんですけどだってオールカマーは内有利の馬場で内枠引いて、はい、前回は結果的に外枠有利で外枠引いて、はい、そういう恵まれた中での2連勝なんで、今回がまあ試金石ですよね。どこまで本当にすんごい強くなってるのか、まあまあの馬なのかっていう、ちょっと分かんない中での3番人気ですからね。だからないとは言わないけど、この3番人気じゃ買えないなっていうのが正しいですかね。やっぱりちょっと2戦とも恵まれたっていう、勝ちっぷり鮮やかですけど、恵まれた勝利っていうのは、頭の片隅に入れといた方がいいと思うんですよね。まあ、クリスチャンは怖いですけどね。それはそうです。どんな時でもね。だからコーナリングとかはうまいんで、これ初コース全然大丈夫と思うんですけどね。さあ、そして、ベラズールですかね。でもやっぱ本格化の気配もやっぱあるじゃないですか。どこですか、その辺は。これ間違いなく本格化でジャパンカップ勝ってるんですか。ですよね。力勝ちですからね。前とは別馬です。別馬です。ですね、やっぱり。ただやっぱりサンシャインステークスとか見ると、やっぱ大箱のコースとか東京とか、ね、阪神外回りとかで結果出して、結局やっぱり前半ちょっともたついてついていけないですし、広いコースのが合ってますからね。まあ、2500だとそんな後ろからまくって勝つほどはっていう、じゃあ後位差しできるのかっていうと、それは馬の身体能力的に前回ムーアさんが乗ってもちょっと後ろになりましたから。そうですね。ただ良かったのは一つ前にすごく走る馬がいたから、はい、直線入っても進路が空いたんですけど、はい、そういう月もありましたからね、ムーアさんも上手かったですけど、ちょっとこれも過信禁物ですよね、前半ちょっと怖く引きましたけど、置かれちゃってもおかしくないですよね。まあ、ただ前走の状態もおそらく良かったと思いますしね、僕的にはエフフォーリアがあんまりだからキャロットとしてもベラズールを投入してきたみたいなね、そういった見方をしてますけどね。ここ使うあれだったのかなっていう、やっぱ手前もすごく選手いっぱい変えてて、そういう時は重いんだってさっき大久保先生も言ってましたね。やっぱり手前いっぱい稽古で変えるの良くないっていう。なるほどね。先週よりは今週の方が良かったんですけど、それでもまだ手前何度か変えてて直線で、多分前回の方が良かったですけどね、前回9か10で今回7とか8で、まあ、それでどうなのかなって感じはしますけどね。まだただイクイノックスタイトルホルダーを任すとしたら普通に、あえて言うならベラーズぐらいしかいないっていう。そりゃそうですね。そこ力はもう相当なもんがあるんでね、これが中段より前で競馬しちゃったら
やべえやべえ、こう怖い、嫌ですよね、やるぞみたいな感じ、5、6万手で足止まっちゃってね、なんかそうですね、すごい嫌な感じですよね。さあ、そしてエフフォーリアいかがでしょうか。まあ、これは皆さん注目でしょうね。いや、注目してないんじゃないですか。人気もそんなにないんじゃないですか。どうですか。5番人気ですか。人気は9、そうですね。単勝だけちょっと売れてるんですか。9.4倍。副賞 2.8 から 4.4。 いや、生まれもね、割と売れてんすよね、別に、はい、復活 V って、でもちょっとまだ太いと思いますしね。そうですね、生まれも9。ちょっと最終追いも軽すぎましたしね、あんまり上昇気配あるなっていう感じはしないですけどね。うーん、まだやっぱり太いような気がしますよ、ね、だから本来のね、力で言うんだったらここでも決して引きは取らないでしょうけどね、うん、なるほど、はあ、状態的にってことですね。うーん、なるほど、はい、まあ、中山は無価格ですけどね、うん、はあ、今日もね、クロノジェネスの仕掛け遅れで勝ったような感じで新勝でね、あんまり中身はなかったような気がするんですよね、うん、なるほど、うん、去年の有馬記念は今年に比べるとちょっとレベル低いんじゃないかなとは思うんですけどね、去年ぐらい走ったって足りない可能性あります、ね、なるほど。さあ、コメント来てます。メッシの10番ジャスティンパレス、これ怖いっすね。これはいいと思うんすよ ね、あのホープルね、フラフラなりながら2着して、はい、フラフラでしたからね、うん、だからサツキダービーっていうのはやっぱりまだ成長途上の中で、はい、あれしょうがなかった、で順調にね、一晩少し本当に良くなったんだなっていうのがこの2戦ですからね。ですね、神戸新聞杯はまあ打ち継いだとはいえね、うん、もう圧勝ですからね。で、菊花賞はどうなんですかね、距離本当は長いんじゃないかと、長いでしょう、やっぱりね、基本的にですよね。外枠からよくまあ3着したんですけど、はい、ちょっとスムーズにもいかないところもありながら、4コーナーではね、ちょっとまあそのおかげで足が溜まった可能性もありますけど、うん、やっぱ出すのに動きたいところで動けてないんですよ、はい、はい、それで3着だから、下手したら上、スムーズだったらかなり迫ってた可能性ありますよ、あれ。まあ、結果賞、チャンス十分あったでしょうね、いろいろ、もう少し内枠だったりとか、はい、いろいろあったら、はいはい、で、マーカンド騎手でね、うん、状態も良さそうですからね。まあ、でもいいとこ取りたいですよね、この枠から。そうですね、どう立ち回るのか、はい、感じで、はい、やっぱり、まあ、ラチは取れないでしょうけど、うん、まあ、馬込みに痛いでしょうね。そうですね、はい、うちうちの、うん、ずっと外回っちゃったらやっぱきついですよね。それはしんどいですよね、はい、今日の最終レースもマーカーの騎手一番人気で10番枠か12番枠だったんですけど、はい、ずっとちょっと外回ったせいでね、一番人気ですけど4着ぐらいですからね。なるほど。あ、この馬でやっぱ外回るとダメ、3も来れないんだと思いましたからね。そうならないような、うん、はい、なるほど、ペースというか並びになってほしいですね、はい。さあ、そしてウィンマーティの3着残りがあるんじゃないかっていう声があります。ないでしょうないでしょう、エリザベス16着の馬がっていう、京都大賞典でも3、4馬身離されましたからね、ベラズールには。ちょっと能力的に足りないんでしょうかね。さすがにって感じはしますよね、はいはい、ウィンマーティは。で、ボルドグフーシュですよ、やっぱり、はい、福永フーシュ買いたいですね。みんなお話ししすぎて、そこまでね、単勝5番、5、6番人気ですか、はい、そこまで売れなかったのはいいですね。今そうです、出していけるんですか、本当に。そこですよね、これもベラーズールと一緒で、やっぱりまだ友が緩くて、やっぱ置かれがちになっちゃうんでね、よっぽど展開恵まれるか、クナクシは奇跡的にフッてね、いいタイミングで出すか、うん、ってところでしょうね。このもすごく成長してますからね、稽古の動きも抜群で、一瞬前ビシッとやって、今回絶対やるぞっていう陣営の意気込みがね、稽古だけから一番感じられたのはボルドグフーシュですよね。で、今年はやはり、まあ、いろんな年だったりするけど、はい、競馬的にはやっぱり社大ファームの躍進っていうか、久々のGIX も勝ってっていう躍進あったの、特に春は。で、ここ社大ファームね、ボルドグフーシュなんで、福永騎手っていうよりも社大ファームってことでちょっと買いたいですけどね。なるほど、うん、やっぱりその年の、うん、やっぱりどう捉えたらいいですかね、この6番人気12倍をどれぐらいに捉えるのか、少なくともイクイノックスとボルドグフーシュじゃ本当につかないですからね、うん、例えば馬連覇で言うならね、う
はい、キャプテンさんも取材した妻が騎士が来るんじゃないかという声も分かります。まあ、家族も取材してますからね。確かに、はい、そうですね。なんかキャプちゃん、ボルドー風車毛嫌いしてるなって、ね、毛嫌いしてるわけじゃないんですけど、やっぱりこれだけ後ろから行く馬は僕はやっぱ買いたくないですよね、なかなか、ね、毎回じゃないですか、はい、毎回です。前回もうまく道中ね、スルスル内からね。そうなんですよ、ああいうスペースあったからいいんですよ、はい、今回もあればいいですけど、はい、なかなか上がってこれないですからね。そうなんですよ、内目からね。だってこれで、だって基本的にほぼ最高峰から競馬してる馬ですよ、いつも、はいはい、ここでここに来て突然出していけるんだろうかっていうね。で、出していった時には味がなくなる可能性もやっぱりありますから。なるほど、はい、もう福永騎手がどう乗るかってことですね。いやいや、でもそのジョッキーは前に行けたかともね。そうですね、馬がついていけなかったり、行けなかったりするから、今回もベラーズルそうですけどね、はい、なるほど、はい、さあ、アリストテレス有馬といえば武豊騎手という声もありますけれども、僕計算馬券の3着を考えました。そうなんだ、寝てるじゃないですか。ちょっとね、あんまり喋りたくない計算馬券で93、4、13、9、4の、それはちょっと考えました。まあ去年6着なんで、まあ一歩間違えればね、まあ、前回も前半死んだふりっていうかね、はい、うまくバーッと乗ってなんとか6着っていうね。まあそうですね、いやいやいや、これはちょっと厳しいんじゃないですか。なかなか冒頭大賞って真っ赤引きのなんかもう信じられないレースの時の2着ぐらいで、車になってからいいレースないでしょ。まあそうなんですよね、基本的にそんな能力足りない馬だと思うんで、 G1 っていうのはね、結果賞がピークだったかなと思いますね、うん、さあ、そして伊豆城の奇跡怖い、今日勝ってる、岩田康成騎手ですけれども、本当に怖いんですか、ね、逆に今日勝ったからないだろうけど、ね、我々だとは、ね、そうなっちゃうんですけど、まあでもこれで伊豆城とかが来たらもうすごいことだな、すごい距離長いでしょって感じですけどね、線の細いまで、まあ、サラキア州するんですけどね、サラキアっぽい馬かなっていう、うん、確かにね、ためためてビューンってね、だから府中牝馬みたいにうちで恐ろしいほど足が溜まって、ね、直線でぽっかり前も空いて、ね、みたいなことがあったら、まあ確かに ね、はい、恐ろしいほど溜まらなきゃいけないもうビンビンの手応えでね、もう確かに究極の瞬発力比べになったらスローで、そうそうなんですよ、そうしたら分かんないです、はい、こういう牝馬が、そうですね、ただタイトルホルダーいるからな、そうですね、はい、なかなかそういう展開にならないですよ、ね、普通に考えると流れますよね、流れも流れるし、はい、負けたとしてもすごくハイラップにいくでしょうっていうね、まあ、そうそうそう、勝負から、はい、さあ1枠で赤いとサンタの声という、まあ今日そんな感じで白にも負けてしまったのでそういうサンあの、ね、クリスマスにちなんだ、あれ出来損ないの予想家が本命したからでしょ、ひどいな、出来損ないなんだそれは一応年上だぞ、私の方がレーカップも本命だしたけど見当違いにも話しない、見当違いというかしょうがないですけどね、まあ、いや赤いと絶好調ですけどね、ちょっととピーク過ぎたかなって感じするんですけどね。いや前回もみゆきさんコメントもう少し早めに進出すればなとかなんとかちょっと後悔してたんですけど、あ本当ですか、やっぱり僕もそう思います、もうちょっと早く行ってれば、うん、3着以内あったかもしれないような走ってましたからね、いやいやまだちょっとそんな衰えてないと思いますけど、でも難しい馬ですからね、だからそういう意味じゃね、もうジェラルディーナ買うなら赤い糸も買えるじゃんっていうのもわからんでもないですけどね、うん、ただ赤い糸っていう馬はな、ジェラルディーナと違ってこれ外回さなきゃダメな馬でしょ、でももっと後ろでしょきっと、そうなんですね、後ろから外回さなきゃダメな馬なんで、ジェラルディーナはそうじゃないじゃないですか、うん、まあ、その差はでかいですよね、でかいですね、はい、さあラストドラフト3着ありますかという質問来てます、ありませんごめんなさいもうドライさんのごめんなさいが出ちゃったから、ごめんなさいが出ちゃった、これはしょうがないですよ、これはしょうがない、はい、あとディープボンドじゃないですか、はい、そうですね、大外枠でしたけれども、いやこれはね残念ですけど、これ結構ね穴で狙ってた人いたでしょうね、舐められそうだったじゃないですか、うんうん、海外遠征帰りでもタイトルホルダーも早めに帰球して早めにバンバン時計出してかなり好調ですよ、うん、なるほど、去年ね、このトリッキーなコースですが、このコース合うのもう明白ですし、高枠引いたらね、恐ろしかったですけど、そうですね、人気どれぐらいなんだろう、
赤、あ、間違えた、ディープモンドですか。まあないですけどね、8番人気31倍、うん、そうですね、まあ、頭は、頭ってのはもう非常に考えづらいですけどこのまま200入ったらとんでもなく売れてたと思うんですけどね。あ、そうかもしれないですね、うんうん、そうなると意地でも買ってやれっていう人もいるかもしれないですけどね、うん、だからこれ今イクイノックスとの生まれが40倍弱なんですよ。まあそれだ、もう全てはそこですよ。 どう捉えるかですね、それは。例えばエフフォーリアとイクイノックスが17倍とかかな、うん、まあそれをそのオッズもどう捉えるかでしょ。美味しい人もいるでしょうし、はい、我々は美味しいと思わないっていうですね。ディープボンドの川田氏は昔八役でなんか飛んできましたよ。それこそアドバイアもなく、ああアドバイアもなく、それこそ、ああそれこそダイワスカレとか逃げてね。そうそうそう、あれ12番じゃなかったんすか。でも12かなかった。そうですよね、あ、でも16じゃないんですよ、うん、そうです。さあポタジェは忘れてはいけない G1 ホース、吉田隼人騎手も怖いという声もありますけれども、うん、でも大阪杯低調でしたよね。その後の成績がこの間の本来じゃないですかっていう。まああの時はまあちょっと外目回って強かったんですけど、うん、追い切りも見てもそんなね絶好調って感じでもないんでね、この人気通りだと思いますね。ちょっと今回厳しいでしょうね。距離適正もわからないですし、まあもう少し距離短い方がいいでしょうしね。むしろボッケリンリの方がね、高額入ったら面白いと思ったんですよ、うん、ね、前回だけもうノーカウントしたら、はい、もう全然成績傷がないですし、ベラーズールとも接戦してタイトルホールダーとも接戦してますからね。日経賞むしろこっちの方が勝ちそうでしたからね。残念でしたね、この枠ちょっとね、ボッケリーニはこの枠残念でしょうね。ゴールインとかでうまく立ち回れる馬なんでね、残念ですね。内枠で結果出してきた馬ですからね、うん、そうですよ、目黒記念もそうでしたし、残念ですね。この14、15、16、残念なんです。残念ですね。こういうオープン、あ、トレイさん本命のブレイクアップ、8枠で人気ないなら買いたいという。逆にそうですね、13がポンといって、でポンと2番手つけれたらすぐね、うん、はい、あついてって今日のホーリアリティみたいなレースできればね、そうですね、はい、出していって最初番手つけてね、意外と粘り強いと思うんで、うん、タイトルより外回ってそれでねじ伏せられるとは思わないですけど、はい、まあそういうすんなりそういう番手になれば可能性あると思うんですけどね、うんうんうん、ちょっと強いですよって言っときたいんですけどね、うん、はい、さあ勝ち馬アンケートの結果出ました。1位がイクイノックス 36%、 2位がタイトルホルダー 34%、 その他が 18% でジェラルディーナが 10% でした。ちなみに5000票以上ありまして、今1万人以上の方が見てくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、やっぱ今イクイノックスのタイトルホルダーですね。まあ基本的にはそうなりますよね。そうです、はい。たまにはなんかそのワクワクするような対決を見せてくださいよ。4歳最強と3歳最強どっちが強いんだみたいなね。逃げと差しと、逃げと差しと、はい、さあということでこれ前頭聞きましたよね。聞きました、はい。それでは、私からですね、有馬記念の細かいことは気にしないちょい足しキーワードをご紹介したいと思います。今回はですねちょっといっぱいあります。いっぱいありますか。はい、まあ、有馬ですからね、はい、まずあの先週のことを言ってくださいキャプテンさん。はい、先週の朝日杯フューチュリティステークスは、はい、キーワードとして出した勝率 100%、 3番人気以下なしと、馬券圏内 0%、 前走重賞以外で2着以下を両方クリアした4頭の中のなんと3頭で上位を独占したということになっておりますね、はい、す内枠のドルチェモアが勝利と なりましたし、完璧なヒントとなりました、はい、しかも内枠の、ね、4着の16番人気ね、うん、競泳ブリッツが1枠1番か筆頭に本当に7着まで全部内枠の馬が入りましたから、うん、素晴らしかったです。ありがとうございます、はい、有馬もお願いします。はい、頑張ります、はい、さあ有馬記念のちょい足しキーワードこちらです。ですね、たくさんあります、はい、100% 1人は外国人騎手、そして3歳馬1番人気なら 100%、 そして、有馬記念0勝のジンクス、そしてサイン馬券考えてみました。それサイン馬券はそれは森さんが勝手に考えたやつでしょ。まあ一応聞きますけど。はい、はい、聞いてください。まず、はい、
まずはですね 100% 一人は外国人騎手ですが、過去10年の有馬記念の成績をじーっと見てますと、毎年必ず一人は外国人騎手が馬券に絡んでいます。2人が絡んだことも4回あります。なので今年も一人は馬券に絡みそう、場合によっては2人絡む可能性もあるかもしれません。まあクリスチャン・デ・ムーロ騎手、ルメール騎手、マーカン・デ・ビジョンの3人ですね、はい、来そうですね、まあどれもありそうですね、どれもありそうですもんね、はい、はいはい。ちなみに最も馬券圏内に来ている外国人ジョッキーはルメール騎手ですね、うん、1勝2着3回3着2回、外国人騎手が2人馬券に絡んだ4回はいずれもルメール騎手が馬券に絡んでいました、うん、そうですね、はい、だから外国人騎手2人を狙うならルメール騎手とクリスチャン・デムーロ騎手、ルメール騎手とマーカンド騎手とか、そういう組み合わせがいいかもしれないですね。そうですね、データ上はいいかもしれません、はい、続いて3歳馬、そして一番人気なら 100% ですが、過去10年の有馬記念で馬券圏内に来た馬の年齢をチェックしますと、6歳馬以上は3着1回のみで、ほぼ3歳馬から5歳馬で決まっています。その中でも目立つのが3歳馬の構想で、10年で4勝2着2回3着2回で勝率、連帯率、馬券圏内率全てで1位です。やっぱり2キロ軽いっていうのはすごいですね。もうすぐ4歳のくせにね。そうなんですよ、軽いですからね。でかいっすよね。今年はボルドグフーシュ、イクイノックス、ジャスティンパレスですね、はい、イクイノックスとジャスティンパレスは外国人騎手でも選ばれていますから、はい、この中で新しいのは福永騎手のボルドグフーシュということですね、はい、そうなんです、はい。そして一番人気なら 100% ですが、有馬記念を勝った3歳馬4頭のうち3頭はその年 JRA の G1 を勝っていた馬で、3頭とも有馬記念では一番人気に押されていました、うん、3頭の中で今年の G1 を勝ったのはイクイノックスのみなので、一番人気に押された場合はデータ上勝率 100% になります。なるほど、一番人気でしょ今。はい、今一番人気です。決まりかー、まあ、データ上はもうイクイノックスですよね、これは完璧ですね、はい。さあでは続いて、有馬記念ゼロ勝のジンクスですが、うん、今年67回目を迎える有馬記念には、何でも、ミスタースプロミスタープロスペクター系は勝てないというジンクスがありまして、これまで51頭が挑戦して5回ある、2着が最高着順という成績なんです。アーモンドアイも9着に敗れています。血統のことはよくわからないんですけど、はい、とにかく今回で言うとタイトルホルダーボッケリーにベラーズールの3頭が当てはまるということなので、ジンクスが立ちはだかるのか、それとも打ち破るのか、馬券予想の大きなヒントになっております。タイトルホルダーが引っかかるんですね。引っかかるけど、まあ、だからミスプロ派だとやっぱスピード系になっちゃうっていうことで、タイトルは全く、ね、この長距離の G1 勝ってる、そういうミスプロ系は出てないと思うんで、なるほど、ちょっとこれはもう異次元の間っていうか、ね、別問で考えてですね、別問で考えた方がいいですけど、いいですね、僕参考したいですねでも春の天皇賞でもね、同じようなジンクスを打ち破ってますから、そんなに気にしたくてもいいですけど、まあタイトルホルダーを嫌いたいっていう人にとっては朗報というか、そういう感じでしょうかね。さあそして最後のサイン馬券考えてみましたですけれども、有馬記念というのはその年に選ばれた漢字が金の時にゴールドシップやゴールドアクターが来たりとか、北が選ばれた時に北サンブラックが来たりとか、まあそういうの世の中を反映するようなサイン馬券というのが意外と来るんですよ。なので今回私もサイン馬券を考えてみました、まずは一つ目ですね、今年の漢字に選ばれた、まあ、戦戦という字を元にした戦馬券です。戦馬券、はい、まあ、まず戦もそのままに三連単193、はい、いかがでしょうか。三連服ならいい、三連服でもいいですね。三連、まあね、うん、まあでもほら一応戦だったら三連単の方がいいですよね、193だとね、うん、まあイクイノックス入ってますからね、はい、現実的には三連服の方がいいかも。そうですね。あ、そうですか。え、わかんないわかんないわかんない、まあでも赤いとか、でも赤いとか来たらありそうな、まあそうですね、赤いとさえ来るんだったらなくはない、差し追い込み決着になったら、うん、なくはないですよね、なくはない、はい、はい、イクイノックスのイクと3番を合わせてイクサとも読むとか、生まれの3級のイクサ馬券っていうのもあると、それはありますよね、まあ3級はありますよね、全然ありますよね。それをイクサ馬券って認めてくれるのか分かんないですけどね、まあ一応、まあ、戦
になるんじゃないですか、はい、イクイノックスと3番で、はい、いやそれは苦しいな苦しい193は分かるけど、うん、はい、はい、さあでも2つ目に行きましょう、うん、今年の流行語大賞に選ばれた村神様馬券です、うん、村上選手の背番号55番ということで枠連55、いかがでしょうか、まあ、これもありますよね、まあ、三冠王のタイトルも取ったから3番と、タイトルホルダーの組み合わせの3番14番という 3番が三冠王かまあね三冠王、うん、入るか、はい、あとヤクルトで8910とか313だな、あ313ね、うん、3番とタイトルホルダーの組み合わせの3番13番ね、うん、3がやけに来ると、うん、だったらさ、もう枠連の三三三だと思うんですか、うん、それもありますよね、そうですよね、うん、だからサイン馬券っていうのはね、キリない、いや、まあ、キリがないのもそうですし、やっぱ超大穴の時こそサインだったっていう感じがするんですよね、うん、8、9、10はいいんじゃないですか、ヤクルトウィンマイティ入ってますから、ヤクルトヤクルトヤクルト、はい、はいはい、さあそして最後、記憶に新しいですね、ワールドカップ馬券です、前走アルゼンチン共和国杯を勝ったブレイクアップと MVP のメッシ選手の背番号10番の組み合わせ枠、生まれ10番17番これいかがでしょうか、15です、15かな、15か、はい、あブレイクアップですね、はい、15番、はい、いかがでしょうか、で、まあ、タイトルホルダーで10、13、15加えるわけだ、うん、そうだね、タイトルを取ったからね、そういう風に来てほしいですけどね、10、13、15、そうそうそう、さっきテレ東 の、 あのディレクターさんもブレイクアップでしょ、アルゼンチン勝ったからとか、いや、なんか言ってましたよね、契約になんか言ってたんで、B さん何言ってんだろうと思って任されてるのかなと思って、そんなつもりで本命したわけじゃないのに、うん、まあいいですよね、そうですね、10、13、15っていうのもありだと、アルゼンチン国旗の白と青の枠連14とかもありなの、ありだっていうことになるんですかね、うん、はい、いやこれ意外とねサインってもっとあのモロですよね、そうですね、もっと穴っぽい、だいたい穴っていや、もうモロなんですよ、でちょっと遠いじゃないですか、前走がアルゼンチン共和国杯とかじゃなくて、じゃあ戦、まあ戦はモロだね、そうすると今年アントニオ猪木さんが亡くなったので、はい、亡くなった、はい、ここに勝手に書きますけど、はい、でなぜこれを言うかというと、はい、あの馬主の、はい、泉一郎さんが一枠に入ったっていう、それベタな、あと岡浩二さんが横でこれが2番を指名してるっていう、あともう一つ言うとここに幸福に挟まれてるんですよ、あそれよく言いますよね、幸福馬券ね、幸福馬券にもろ挟まれてる、伊豆城の奇跡あるじゃないですか、サインが3つ4つ来たって、はい、そういう重なってるんですね、すいません、落書きしてすいません、わざわざ出てきたすいません、野人も出てきた、すいません、はい、そんなところですかね、まあでもサインはね、楽しみの一つですから、ね、まあ酒飲みながら話しましょう、それね、私はもう今でも覚えてるのはね、前も言ったと思いますけど、イチローが262本打った時、その次の日にスプリンターズステークスだったんですけど、ガラスのライトが勝ったんですけど、5番1番だったんですよ、51番、背番号、それはすごく覚えてますね、時々あるんじゃないですか、まあ時々ありますよ、だからでもこれもモロじゃないですか、うん、なんか前走が何々とかっていうのじゃなくて、もうモロバチコーンっていう、どっちかというとモロ、そうですね、モロ指名してないとやっぱり、うん、そうですね、はい、わかりました、さあ、ということで、あ、信じるか信じないかは、あなた次第、細かいことは気にせずに馬券のヒントにしてみてください、はい、はい、さあ、ということで決めなきゃいけないのか、そろそろ決めなきゃいけない時間、もう結構100万円いく来てます、うん、どうしようかな、だってもう僕はウィニング競馬で買ったものでもう満足してるんです、しちゃってるんですよ、満足ですか、で、しかも、仮に13万、10万規模だったら100万なんですよね、うん、もうそれしかない、はい、そうですね、じゃあ決めてる間になりますが、はいはい、私今回ですね競馬の総決算ということですね、はいはい、私が応援する馬
発表したいと思います、はい、あ応援する、まあ、予想というわけじゃないですか。はい、応援です。予想会議ではない、はい、あのいつもそだちちゃんを応援してますけれども、まあ、そっと同じ感じで受け止めていただけると嬉しいなと思いますけれども、はい、はい、フリップがないですあそれで大丈夫ですかね。はい、さあこれは何で書いてるかと言いますと、はい、あのプレゼントのキーワードにしようと思って。あ、なるほどね、はい、はい、プレゼントのキーワード今ガチで書いてもらうどうしようかなこれはいろいろあるでしょう。まあ、この森さんの応援場に乗る人もいるかも。いや、ちょっと本当にあれですよ、あのそういう意味何にもこもってないですからね、本当に。はい、さあ、ということで、はい、いきます、はい、こちらジェラルディーナ。ジェラルディーナ、はい、あら、これはまたなぜ。これはあの単純にモーリス3区だからです。ええー、なんかそんなんじゃなくて普通に好きな馬応援してほしかったわいや本当にあの取材した馬とかにしようと思ったんですけど。なるほど、はいはい、まあでも普通すぎるかなと思って、うん、まあ、キーワードなんでちょっと気をてらってみました。ジェラルディーナね、はい、はい、見させて本当に応援するのね。応援します、はい、応援します。じゃあキーワードがジェラルディーナということ。キーワード、はい、プレゼントキーワード、はい、ジェラルディーナでございます。はい、あ、トライさんに聞くんですか、この評価は。あ、イトライさんいかがでしょう。いや、素晴らしいと思います。いや、どうでもいい赤い人が、うん、赤い枠入りましたから、なんかね、いい。私、赤いですしね、今、私まああなた次第ってあれ聞けたんで見れたんで、もうそれで僕満足なんで。満足しちゃってるんですね。もういいです、おまけはいいですもん。おまけはさあ、これがプレゼントのキーワードです。皆さんお待たせして申し訳ありません、はい、番組冒頭にお知らせしたお重長さんグッズ L サイズの白のロング T シャツと M サイズの黒パーカーをそれぞれ1名様に、そして、テレビ東京競馬チャンネル登録推進キャンペーンということで、このキャプテンさんの自腹で目指す100万円の特製クオカードを10名様にそれぞれプレゼントいたします。番組公式ツイッターをフォロー、そして引用リツイートしていただいて、このキーワードをご記入の上ご応募ください。その他詳細は番組公式ツイッターをご確認ください。そしてこのテレビ東京競馬チャンネルの登録も合わせてよろしくお願いします。はい、はい、さあということでお待たせしました、キャプテンさん解明を。これジャスティンパルスうっかり勝つってことはないんですか。競馬に絶対はないですけど、まあ、ぐちゃぐちゃってなればわかんないですよね。それはもちろんその心の準備もしとかないといけないですよ。ない話ではないですよね。まあですね、うん、いやでもこれね、買いたい馬がいないんだよな。もうどうしても3枠2頭は手が伸びないんですよ、僕は。わ、うん、かるでしょ、いいことです、はい、はい、そう思います。でボルトも伸びないので、うん、ジャスティンパレス頭を買うか、10番9番13番10番13番9番を買うのか、もしくはイクイノックスジャスティンパレスタイトルホルダーっていう3連単を1点で買うのか。あ、それもいいかもしれないね。タイトルホルダーちょっと疲れてたっていう。強い競馬するんだけど最後の最後に止まってこの2頭に。あ、すごい早い猫耳両手で作って、あ、ちょっと待って、早い、あ、わお早いよおかしいですよ。気絶、ここで気絶するぞ、私は本当に。間違ってるんですよいいんですか、私気絶して、本当にキャプテン邪魔だからちょっと早く決めてどっか行くとかなんかいろいろ。いや、こんなでも悩んだキャプちゃん初めてかもしれない。悩んでますね。なぜ悩んでるかっていうと、もう僕は完結してるからです。なるほどね。買いたいもんこれで100万が完結してるから、さらなる100万ってことです。いや、そうそう、それでいいんじゃないですか。そう、でも200万儲けちゃえばいいじゃないですか。だって200万ってわけにいかないでしょ違うの書くんだから。いや、同じです。13、19とかね、それ130倍ぐらいでしょ。そうです。いや、だから19、13、10、13、9かな。それか9、10、13かな。どっちだと思います。
90-13かもしれないとかね。9頭あるよね。クイノックス頭ありますよね。でもそうなった時タイトルホルダーいねえんじゃねえかっていう気もする。それはあるんです。確かに、はあ、微妙ですよね、そこはね。でしょ、ちょい足しの 100% を取るかどうする。でも先行馬1頭だけ残るっていうのもよくあることですよ ね、 まあ、ね、なんだったらもうジャスティン・パレスが勝つような時はそれこそタイトルホルダーはいない気がするんですよね。13なぁ、なんかピンとこない感じもしますよね。いないような気もします。じゃあ13消した馬券っていうのもある。もう買うか。パワーってことだっけ。パワー、もう一頭もう一頭入れるとしたら何が臭い。あえて入れるなんですか。いやこれは辛いなぁ。もう0% ですけど、リープボンドですよね。あ、うん、まあまあまあ、全然あるよ、はい、3連符100倍いかないのかな、90-16とかで。リープボンドは確かにみんな盲点になってるけど、みんな、ね、嫌がっちゃうから。もうみんな嫌がってるじゃないですか。リープボンド入れるんだったら別にタイトル頭でもいいんですよ。3連符100倍いきますけど、そうそう、だから13-9-16とかでどれぐらいなんですかね、ちなみに。三着でしょ。まあ、そうそう、三着です。三、はい、着でしょ。それはそうですね。13-9-13でもあるかもしれない。ちょうど100倍ですね、13-9-16で。おお、本当だ。103倍。そうですか。いやー、ジャスティン・パレス頭ないっすね。うん、それはないでしょう。同じ3歳に負けませんよ、イクイノックス。まあまあ、うん、確かに。なるほど。そんな気がしますけど。だ90-13対13-9-16の勝負ですね今。え？すごい今放送事故かと思った。ありました。6時5分です。はい。どっちですか。どっちですか。好きな方。どっちも妙味あるけどね。リープボンドは確かに臭い。はね、うん、やっぱり余計なことを考えない。はい、そういうシーンもありますよ。こういうシーンもありますよね。まあ、ありますよ。はい。はい。はい、じゃあ決まりました。自腹の方は90-13の3連単を1点。90-13。はい。おお。これでいきたいと思います。ほうほうほう。はい。まあこのシーンはあるでしょう。はい、あります、ね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。トラさん、これいかがでしょうか。いやだ、この3頭以外で浮気しなかったのよかったですね。変にディープボンド入れない。そうですよね、はい、やっぱり当たりなんだ。当たりかもしれないし、もうそっちがね、はい、うん、はい、どっちにしろどっちか当たるんじゃないですかね、はい、って感じですかね、はい、なるほど、ありがとうございます。ということで、皆さんもぜひ参考にしてみてください、はいはい、さあ、ということで、お時間も迫ってきたので、はい、キャプテンさんが100万円を的中できるようにですね、はい、応援ソングを歌わせていただこうと思いますが、はい、こちら届いております。はい、割と知ってる。ただ、まあ、クリスマスイブなのでね、はい、クリスマスの曲が多いですけれども、はい、どうですかキャプテンさん。まあそう、まあ僕は稲垣潤一さんのやつが一番好きですよね、この中だったら、うん、へぇ、はい、一緒、思いっきり世代なんでね、はい、すいません、白い恋人たちが、はい、まあ、ダンスありましたっけ。ダンスないんですよ、今回。まあ、このあのちゃんのやつだったらあるんですけど、まあ、せっかくね、はい、ちょっとクリスマスなんで、はい、はい、今それの歌詞を出したいんですよ。こよい涙こらえて、長いかな、奏でる愛を、まあ、いきます、いきますよ、はい、はい、今宵涙こらえて奏でる愛のセレネイ、今も忘れない恋の歌、雪よもう一度だけこのときめきをセレブレイ、一人泣き濡れた夜にはハイラー、
よかったです。森さんバージョンで聞けると思ってたのが、これやっぱ桑田佳祐さんのイメージがすごいから。そうですよね。はい、はい、女性バージョンで素晴らしかったです。聞かせていただきました。はい、ありがとうございました。当たる気がします、本当に。はい、もう当たりだけだよ、これ、ね。生で聞けたんだよ。なんでしょう。はい、ありがとうございます、はい、さあ次週もこの動画のアーカイブコメント欄に残していただければ、はい、取り上げさせていただきますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、さあということで有馬記念予想しましたけれども、鳥谷さん今回配信いかがでしたか。はい、いやキャプちゃん当たるんだなっていう、うん、思いましたか。地図なんだなと思いました、はい、思ったらはい、ね、ディープボンドに行かなかった、びっくりした。はい、やっぱ男だと思いました。この3頭しかも今年の有馬は目に入ってないです私は。一途な男、ありがとうございます。さあということでですね、ここで大事な発表があります。あさって27日火曜日の夕方4時から、28日に行われる JRA 今年最後の G1 ホープフルステークスの予想を配信することがたった今決定しました。よいしょ。だから、ホープフルステークスあれですね、100万だけやるってことですね。100万だけやります。で、まあ、上に向けば当日はまた違うのを買うかもしれない。そうです、そうです、そうです。当日になってみないと分からない、はい、そうです、はい、そういうことですね。はい、とりあえず100万円のだけ先にやるという感じでございます。はいはい、さあ、鳥谷さん、今年のホープフルステークス見どころどういうところでしょうか。まあ、フルゲートのはずですしね、おそらく、うん、群雄割拠ですよね。面白そうですね。まあ、いい配当にはなりますから、うんうん、最後の大逆転ありますね。ありえますか、うん、面白いですよ。ちょっと狙いたいっすね。うん、まあ、僕の中で1着決まってんで、あとは相手探しだけなんで。なるほど。大体、うん、いいですね、はい。キャプテンさんいかがですか。私はKトラックマンにダービーはキングズレインだって吹き込まれてるんで、ちょっとそれを一回ね、消さなきゃいけないんですね。そうですね。だいぶ吹き込まれたんで、はい。ぼやごで言うんでしょ、あの人。もう随分言われたのでね。はい。そうだな。たまに当たるからな。たまに当たるんですよ。はい。トキタさん去年ね、ホープル大儲けしました。そうですよね。去年は簡単でしたもん。終わって逃げたでしょ。いやいや、どう考えてもキラーアビリティしかいないですよ、去年は。横山武史騎手。はい。全レース見たら、もうそれはキラーアビリティだよってなりましたもん。今年はなんないですか。今年はなんない。やっぱ強い勝ち方してる馬いっぱいいるんで。はい。ちょっとこれは、まあ、枠でないとね、まず。そうですね。はい。まあ、終わり良ければ全て良しということで、もちろんです、はい、はい、全てかけていただきたいと思います。頑張ってください、はい、さあということで次回もお見逃しなく、今回の配信が良かったなと思った方はぜひチャンネル登録をお願いします。テレビ東京競馬チャンネルでは私のコーナーや土曜名馬座の有馬記念オリジナルコンテンツもアップされていますので、ぜひチェックしてみてください。さあそれでは皆さん、次はあさっての、はい、ホープフルステークスの予想でお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。